今日はね、噂の、ごく軽量が投げられる28ミリスプールのアルファスエア TW、 こいつを使って、なおかつ今インクスの方でね、ちょっと進めてます 5.2 フィート、ショートロッドと、それからごく軽量が投げられるサビオ、これをね、アルファスエアを使ってね、ちょっといろいろ僕なりにキャストを楽しんでみようかなと思います。52セーラーの方は PE がね 0.45、 オードラゴンですね、オードラゴン 0.45 にリーダーがフロールの 1.25 です。でサビオの方は PE がちょっと太め 0.6 で、リーダーも 1.55 を巻いてます。まずは52、セーラーという名前をつけてますけど、まあ軽量ロッドよりも少し張りを持たせて、高腕部の根魚でも対応できるような、ね、強さを持たせているんですが、同時にこういう曲がりも実現させてますので、軽量やちょっとした野池なんかでもね、楽しく遊べるような竿を目指してます。はい、で今日テストに使うルア、まあ、あまりおすすめしません。正直1グラムですから、まあ、1グラムをね、どれぐらいスムーズに投げれるかっていうのを、まあ、僕自身今日今からやってみたいだけであって、まあ普通は3グラムくらいかな、やっぱ高安部でね、ベイトで楽しもうとするなら、まあでも1グラムがね、どれぐらいスムーズに投げれるかっていうのをね、ちょっと見ていただきましょう。こういう1グラムとかね、ごく軽量を投げる際の、まあ、なんだろうな、ちょっとしたコツで、これ人にもよりけりなんだけど、たらしを取るか取らないかっていうところがね、結構重要です。でこれは竿のタイプでも違います。張りの強いあまり曲がらないタイプの竿だと、たらしが必要だし、素振りだけでこう曲がってくれる竿なら、たらしがなくても投げれちゃう。でもう一つある、曲がる竿でもショートロッドだと、たらしがある程度必要です。でサビオのような 7.9 フィート回って曲がる竿だと、逆にね、たらしがない方が投げやすかったりしますのでね。はい、じゃあ今からこの52セーラーの方で投げてみますが、これはたらしをショートロッドですので、50センチほどね、取ってみますね。まあ最初は軽く振って、はい、スラックを取ったところから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 巻きですね。一巻き70センチだったかな、これは、8対6で約20巻きですから、14メーター、13メーターぐらいですね。今ね、軽く投げて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、 今度は20飛びましたね。まあ軽く投げてます。いろんな投げ方してます。今 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16、僕はね、あんまりシングルハンドキャストが得意じゃないです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25、今度は結構飛びましたね。25巻きかけ、70センチ、徐々に飛距離を伸ばすような投げ方をね、していってます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25、 安定して飛ぶようになりましたね。まあ 14,5 メートルってとこかな。ちなみに、現在ブレーキが、7の設定ですね。ブレーキをちょっと一つ緩めて6にしてみます。だいぶ伸びた感じがあるね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30、ごめんなさい、今ブレーキ5設定、ブレーキ5で30巻きまで伸びましたね。たらしの長さがそこそこ微妙かな。力んじゃいました。ブレーキ5だと
少しリズムが悪いとスプールがオーバーランしちゃいます。力むとダメだね。今ちょっと飛距離を出そうとしているので少しリズムがね悪いです。ベイトリールはどうしてもねバックラッシュはつきものなので、やっぱブレーキ設定っていうのがすごく大事で、ちょっと安全マージンを1個見といた方がいいです。ブレーキ6に戻しました。まあ5にすればうまくいった時は伸びるんだけど、その代わりバックラッシュしやすくなる。そうすると釣りにならないよね。うん、糸も痛むしね。今日は賑やかだな、みんな。同じ 1g ですけど、今度は79サビオの方で、こちらは P が 0.65、リーダーがフロールの 1.5 号のセッティングです。で最初は軽く、ブレーキは6のままですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。 はい、まさかの今日は撮影なんですね。はい。あのダイワさんの新しいベイトリールなんですけども、アルファスエア TW って言うんですけど、ベイトで今1グラムが投げられる世の中になったんですよ。そうなんじゃ。もう信じられない世界です。すごいね。めっちゃバックラッシュしますよね普通は。でもこれが専用の竿なんですよ。あの、軽量竿、軽量投げる。普通にあんだけあんなん飛ぶんですよ。あんな飛ぶ。1グラムが。はい。すごい。藤井さん興味あるんじゃないすごい時代になったんです本当に。でこのスプールの径がちっちゃいです。うん、がつきにくいんですよ。あ、なるほど。あれがでかいと関係がついてそのままギャーッと。でベイト特有のやっぱり釣り方できるし、うん、まあちょっと世界観変わりますよね。またこんなもんが投げられてる、笑っちゃいますまあ、竿が変わるだけでもね、ブレーキセッティングその他あの微妙にねフィーリングが変わるんです。だから、自分の道具とのなんていうかな、セットバランスみたいなものが身につくまではとにかく無理をしない。あの飛距離自体はそんなに変わらないんですけど、竿が長い分ね、あのスイングが楽ですね。うん、楽に振れますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25。たらしを取らないキャストで大きなスイングワークで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,20巻き以上投げれてますが、これもやっぱりさすがにね、1グラムくらいになるとティップにウェイトが乗りにくいので垂らしがいりますね。2グラムくらいになると全くいらないんだけど。はい、垂らしを取って大きく投げてみました。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24。まあ 24,5 回ってとこかな、1グラムで。ロングロッドでゆったりしたフォームで投げてますけど、ブレーキをね4まで下げてみます。あ、もうダメだね。こういうふうに浮いちゃう。まあ、あのうまく投げれる時もあるでしょうけど、やっぱり浮くってことは安全マージン見て最低でも5、うん、まあ6が一番今のところ僕には安全圏かな。ブレーキ6ですね、僕の場合は。まあ、上手な方はね、あの4とかでもスムーズに投げる方もいらっしゃると思うんですけど、僕は今のところ6ですね。これ6セッティング。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28。お、伸びましたね。28。あ、ごめんなさい、ブレーキこれ5で投げてただから飛ぶんだ。
ゆったり大きく力まない。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27。うん。ブレーキ5で力まずに投げた方が一番飛距離が出てるな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23。安定して23から25回ね、負けてます。ではおまけ、今度はね80で始めたんだけど、製品はね79から7.710ぐらいの長さになる予定です。ちょっとグリップカットしたので、うん、カットする前はグリップエンドまでで8フィートだから、まあ実用稼働部分は全然短くなってないです。だからまあほぼほぼ8フィートの竿だと思ってください。7.9、7点と書いてあってもほぼ8フィートです。この竿は港湾部の根魚、特に旗ね、キジ旗とか大門旗だとか、かなり意識して作った竿ですので、少し強めの竿になってます。まあ、パワー表記はね ML ミディアムライトです。で、僕がこの竿で目指しているのはボートで旗釣る時も、おかっぱりで、旗釣る時もいけちゃうよと、うん、かなりバーサタルなとこを狙った竿です。で、キャストウェイトがね幅広く取ってあります。まあ、これは強い竿なので、しかもウェイトがこれ 28g、ダニエルヘッドロックだったかな、1オンス 28g キャストしますので、リールはノーマルの 32mm スプールのスティーズです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,9,20,1,2,3,4,5,6,7,8,9,30,1,2,3,4,8,9,40,1,2,3,4,8,9,50,1,2,3,4,8,9,50,1,2,3,4,6,0,70巻き。でこの竿でね目指したところはスーパーバーサタイルなので、ね、重たいリグでボトムを探るだけじゃないですね。やっぱり青物なんかが水面でボイルした時とかね、うん、あとやっぱプラグ使いたい時とか、ものすごいややこしいところの磯ででかいメバルばかりがバイトしてきてなかなか取れない場所とかあるじゃない。僕はそこまで視野に入れてる。はい、ということでプラグで、これはミニマルの6号のこれ新刊見てもらったら分かるけど削ってあるでしょ、ドシャローチューンでこれ 4g しかないですね。 28g を投げたセッティングのままで 4g のプラグ投げてみますね今度は。ちなみに PE が 1.25、ね、リーダーが16ポンドです。お、難なく投げれちゃう 4g が。いきます。うん、かなり強い竿なんだけど、やっぱりこうフィッシュマンブランク特有のね、根魚かな、まあ、50センチくらいまでのサイズを視野に入れているので、そこそこ強い竿なんです。強い竿なんだけど、こういう軽いルアーがね 4g が普通にこうスムーズに投げれちゃうっていうのが、これ僕は嬉しい。目指したところ、
目指したところが本当にできちゃってる。これだとシーバスゲームも面白いし、まあ野池で大遠投してね、沖のバスをすることもできますよね。うん。でまあ8フィートを切る797点っていうところは、まあ、ボートでもねそんなに取り回しも邪魔にならないし、特に小型ボートなんかでするときに大きな魚かかったら足元でね魚突っ込まれたときにこうかわしやすいよ、ね、797点ぐらいだと7フィートジャストぐらいだとね船外機の下に巻き込まれたりして苦労するんだけど、ああ快適です、出来上がり。よし。いやーしかしいい時代になりましたね本当に。竿もね進化したけどリールの進化でかいな。で竿はねまだまだ本当のソルトの、ウルトラフィネスにね見合ったものってまだまだ少ないんですよね。だから軽流ロッドだとちょっとバッとパワーが足りなくて、特に寝魚が難しくなるよね。軽流ロッドってのはやっぱりキャストにこうかなり特化して作ってあるので相当しなやかにもなる。だからまあ走る魚は釣りやすいと。シーバスとかさすがにこう根に潜る魚だとできればドラグを出したくないってことになると、うん、やっぱりある程度バットパワーがないとダメだからということで、その辺の選択肢もまだ少ないんだけど、まあ、ポツポツそういう機種も出てくるでしょうし、何よりこのアルパスエアの出現 で今までちょっと使いづらかった竿がね相当カバーできる。曲がらないタイプの張りの強い竿って本当正直ね3グラム切るとほとんど投げれなかったのよ。でもこいつがあればそこもなんとかなる、うん、間違いないです。あとね1グラムとか 0.5 グラムを投げてる人がいるからっつって初心者の方はね、買っていきなりそこチャレンジしないようにやっぱりスプリングと違ってねもうベイトタックル自体はもう練習が必要なんです。だから最低限の基礎的な練習をしてある程度こう仕組みとかね、スピニングとね投げ方は違うので、こういうパシーンと振り切るような投げ方を普通にするじゃない、スピニングはピュンってこれやっちゃうと絶対バック大バックラスです。スムーズにふわっシュッふわっっていう風なねヒュンぐらいビシッてやったら大体ダメだから、だからまあ3グラム5グラムでいくらアルファスエア TW といえど練習は僕の推奨はやっぱりね5グラムだ。5グラムで練習して、全くバックラックしないようになったらそこから4、3と落とす。で3ぐらいまででとりあえず止めるんです。でそこで一生懸命練習してかなりの自信がついたところで初めて2、1というふうに落としていかないと、いきなり1グラムを結んでですね、しかも練習もせずにいきなり現場に行って釣ろうとすると、きついですよちょっと不幸な目に遭っちゃいますよ。はいね、だから練習を楽しみましょう。